こんにちは。新鮮堂薬局、鈴木邦明です。皆さん、沖縄の平均寿命が昔1位だったって知ってます？返還された後はもうもちろんね、全国男女とも1位だったんですけれども、まあ、いつの間にか36位になっちゃったと。まあ、その理由は皆さんもね、容易に想像ついちゃうと思うんですよ。でもね、私もずっと最下位の青森なんですけれども、沖縄と同じ理由ではないんではないかってずっと思ってたんです。で、何が原因なのか知らなかったんですけど、今回すっきりしたんですね。そもそも沖縄の場合には、小さい面積の中にね、それ相応の人数がいるわけじゃないですか。で、青森は結構広いので、広いところに少ない人数なので、どう考えてもファーストフードの食べ過ぎとは思えないなって思ってたんですよ。なんかイメージとしてファーストフードもね、人口がある程度密集してないと出店しない印象あるじゃないですか。だから何が原因なのかなと思ったんですけど、まあちょっとすっきりしたので紹介したいと思います。まああんまり意味ないかもしれないです。意味があるとは思えないんですけどね。はい。まあとにかく沖縄はとにかく返還以来で、1975年から85年まで1位だったと。ね、女性がずっと1位だったということで、食べ物がこういう豆腐とゴーヤを炒めたゴーヤチャンプル、豆腐の、豆腐用など、大豆を使った料理が非常に多いのも特徴です。豚肉と大豆によって日本の他の地域では不足しがちな良質のタンパク質をしっかりとっていたのです。沖縄では新鮮な野菜や果物が豊富にとれます。パパイヤを使ったパパイヤイリチ、人参の炒め物など野菜を使った料理も多くあります。さらに素晴らしいのは、こうした料理が全て適塩であることです。まあ、この記事は適塩っていうのはね、減塩の意味も含めてますので、その減塩はもう嘘なので、この本文をもしね、記事を読まれた時に減塩のことが書かれてたら、書かれてますので、そこはスルーしてください。で、この沖縄は米軍基地の駐留地であることから、早くからファーストフード店が入ってきており、食の欧米化がどんどん進んでいました。沖縄以外にも素晴らしい長寿文化が失われていくケースがありました。エクアドルのビルカバンバなどもその例です。食生活もアメリカンスタイルに変化してしまい、そのためにわずか14年で平均寿命が約10年も短くなる。すごいですね。14年で10歳。アメリカがトランス脂肪酸を、ほぼ禁止にしたのかな？してから10年ぐらいで平均寿命7歳か8歳ぐらい増えましたよね。はい。食の欧米化が急速に進んでしまいました。特にアメリカのファーストフードの普及は圧倒的でした。まあ本当この辺はね、今あえて付け加えることもないんでしょうけど、ここはちょっと興味があったんですよ。2000年代に入ってからぐんぐん平均寿命を伸ばしたのが香港で、私も中華料理っていうと、油っぽい日本に入ってきてる中華料理しかイメージできてなかったんですけど、それ本当の中華とは違うみたいですね。ここ書いてありますけど、私たちの考える中華料理とは別物です。食は広州にありっていうぐらい、食材は新鮮なもの、生きているものにこだわります。魚も鶏も生きているままで買って、各家庭でさばいて料理します。野菜や果物も豊富です。広州は温暖な気候で農作物がよく取れますから、野菜や果物の鮮度のいいものがどんどん香港に入ってきます。さらには豆腐や豆乳といった大豆製品を日常的に摂っています。ですから私たちは、まあ私たちっていうか、少なくとも私は中華料理というものは油ギトギトというふうに思ってたんですけれども、どうも、地域によって食べるものが変わってきて、まあどちらかというと日本をダメにする政策ということで、油ギトギトの中華料理が広がっているというふうに考えていいんじゃないですかね。まああとは豆腐は海水を煮詰めて精製した精塩した残り
後の残液をにがりとして使っています。魚介類がふんだんに取れますって、まあ、方向ですね。まあ、こういうことで、まあ、あと付け加えるなら、お年寄りも含めて普通に暮らすだけでもかなり歩くことになり、自然といい運動になっているのです。まあ、あの古いビルでエレベーターがないところが多いみたいですね。はい。まあ、あの繰り返しますが、減塩はあくまでも減らすべきは精製塩、塩化ナトリウムですね。海の塩はしっかり取らないとダメです。で、問題の青森県なんですけど、青森県のラーメンが塩辛すぎる話、むちゃくちゃ面白くて年一で読んでるから、みんなも読んでほしい。なんかね、青森の早死にのあれはそういうことみたいなんですよ。青森県は 78.67 と 85.93 ともに全国で、最下位であるばかりか、男性は9回、女性は4回連続で最下位。街道を、これなんて読むの、爆心中、わかんない。調査が行われるのは5年に1度、男性は40年以上、女性も20年にわたり、平均寿命最下位圏ということですね。で、本当にこの青森県ラーメン好きで、朝から食べるスープはえらくしょっぱいっていうので、この記者の方が実際にラーメンを、皆さんがおいしいおいしいって食べてるところのラーメン食べた時の感想がここに出てるんですけどね。煮干しの風味が強く塩気がかなりきつい、客はほぼ例外なく無料のライスを食べていたが、確かにこのラーメンはおかずだ、ご飯で中和させないと食べ進められないすごいですね。水を1リットルは飲みながら周囲に習ってるかな、スープまで飲み干すと口内がヒリヒリする。ところがカウンターに置かれたタレで味をさらに濃くしている人もいるのだ。すごいですよね。カップ麺の消費量は全国2位、インスタントラーメン全体では1位、缶コーヒーも1位。こりゃーやばいですよ、これはやばい。だからここもまたね、あの食塩摂取って書いてありますけど、これはもう NaCl なので、もう無視ですね。で、もう本当簡単に言いますけど、まあ面白いからこれ本当の元記事読んでもらうといいかもしれないですね。あの漁師は魚あんまり食べねえけど、カップ麺が好きで、カップ麺好きが多くて、みんな箱で買って小屋でも菓子パンやカップ麺を食べてる。でスーパーにねのカップ麺、まあもちろん売ってるんですけど、箱売りが売れるみたいです、記事によるとね。だから謎が解けましたよ。で、朝ラーメンっていうのが普通で、記事が書いてあったのは、朝ラーメンが普通で、朝の7時で、ラーメン屋さんのところ行列できても満席になるとかって書いてありましたね。はい。まあ、とにかく、こういう記事では指摘されてませんけれども、寿命を短くするだけじゃなくて、精神面に、必ず影響が出ますので、人生の質が必ず落ちます。まあ、できるだけファーストフード加工食品、一日も早くやめて、まあ何ていうんですか、病気、まあいろんな体の不調もあると思いますけど、まあそういう類のものをとにかくやめて、ぜひ一回10日間チャレンジ試してみてください。でその結果を、ね、聞かせていただけると私の方もとても嬉しいので、はい。それでは青森県の謎が解けましたので、以上で今回の話を終わりたいと思います。ありがとうございました。